こんにちは。大発見 JP の堀です。本当はもうね、寝ないといけない時間なんですけれども、なんとなくカメラを立ち上げて、ちょっとだけ撮影しておこうかなと思って、えー、なんかもうこんな格好で録画しています。正月にね、一、えー、つ記事が出ていて、特に女性の間であの話題になっていたんですけれども、とにかく8時間寝るに勝る睡眠法はないっていう、えー、日経さんかなから出てた 記事でで、えー、年齢とと関係なななく8時間眠るというのが本当に最適な状態、まあ、平均的な話ですよね中には少ない時間で済む人もいますし中にはもっと必要な人もいますけども平均的に見て年齢にかかわらず8時間寝るのが一番いい健康法だという話題でまあそうですよね特に、あのー、渡辺ゆかりさんがね、えー、っと無理しすぎて、あのー、体を壊したりなんかした 体験などを語られていて、まあ、なるべく睡眠は確保した方がいいよねということを話していたんですけれども、えー、1月2日にねそれでツイートしたんですけどまあ、えー、今の人のね自分も含めてありがちな生活として SNS を見て動画見て、えー、ソーシャルゲームを回して。 えー、あるいはね、あの他のゲームなんかもして、テレビ見てで、手帳と向き合って、ブログ書いて、読書も欠かさず、それで本の執筆とかもして、その上で8時間寝るっていうのは、まあ、ほぼ無理ゲーですよねと。これ多分普通に仕事をしていても無理ゲーなんじゃないかなと思います。で、ましてやね、仕事があって、えー、通勤とか、あのー、そういったものが入ってくると、 まあ、ほぼ、ほぼ無理だろうなと。私の場合は今、えっと、通勤時間が非常に長いので、えー、そもそも朝の6時半ぐらいにはもう起きていないといけませんから、えー、朝の6時半に起きていて、8時間睡眠ってことは逆算すると10時なんですよ。でも帰ってくるのはだいたい8時ですから、ねええー、食事とお風呂の時間もありますからね、それを入れるともう、はい、すぐに寝なきゃっていうことになって、まあ、あのー、 8時間は難しいなというのが、えー、現実だったりします。じゃあね、せめて6時間は確保しようかなと思って、なるべく0時ぐらいに寝よう、あるいは0時ちょっと過ぎたぐらいには寝ようといろいろしているんですけども、1週間ぐらいやってみたらですね、明らかにやっぱ調子がいいんですよ。 朝ね、南部線の中で、くかーっと寝ることがなくなって、えー、多少は何かしている、半分ぐらいちょっと目をつぶってることもありますけど、まあ、何かをするやる気が残ってる状態ですね。あるいは、こういうふうに、ちょっと眠りの時間を増やすことによって、あのー、日中、何かをするやる気が残ってる状態がちょっとでも増えるっていうのが、あのー、まず第一の効能なのかなというふうに思ってます。なので最近は えー、0時半には眠るようにするために、えー、何を犠牲にするかと何を先にやっておくかっていうのが結構課題になっていて何を先にやっておくのかなっていうのをという発想で一日を回すとなんとなく、あのー、うまくかりませんあの正月ちょっと十分休んだからねひょっとしたらただ調子がいいだけなのかもしれなくて。 いずれすぐにね、目の下にクマ作って、やっぱダメでしたっていう瞬間が来るかもしれませんけれども、まあ、できるだけ長くね、細くね、えー、やってみたいなと思います。こうして動画を作るのも、慣れてくれば大体30分ぐらいで済みますし、えー、例えば今日に関しては、これもあの録画しておいて、音声合成させておいて、 でその状態で、えー、iPhone に AirDrop で送っておきます。であとは通勤の中であのルーマフュージョンを使って編集すればいいので、まあ、そうやってねあの一番重い場所をあるあの夜の時間にやっておいて、まあ、雑用的な編集の部分は通勤時間にあってとかそういう振り下げ方で時間の使い方を少しずつあの最適化しようかなと思っています。 まあね、去年散々な目にあったのでまだまだリハビリ中なんですけどもこんなところから少しずつあのリハビリを、ね、高めていってなんとか、あのー、いい感じで、えー、目標のねいろいろブログの記事こんだけ書きたいとか数値目標もあるんですけれども、えー、そこら辺が達成できるように少しずつやっていきたいなと思います今日はこんなところですではでは